アバンカイは、ペルー中部の都市。アプリマク県とアバン海軍の中心都市である。アバン海は、アンデス中央部の標高2378メートル地点に、位置し、付近をパチャチャカ川が流れる。一年中暖かいことから、トコハルの谷と呼ばれる。最寄りの都市は、クスコとアンダワイラス。クスコとナスカを結ぶ道路と、アヤクチョとクスコを結ぶ道路が交差する。 インカ文明が到来する以前から、すでにこの地には、人が住みついていた。チャンカスという民族集団が形成されると、その影響圏に入った。町の名はこの地域でよく見かけるアマンカイという花から、来ている。スペインの支配下に入ると、町の名もアバンカイビリャデロスレイエスと改められたが、後に短縮されて、現在の名になった。 安イ国立自然保護区内の湖毎年2月の最終週から3月の第1週にかけ催されるアバンカイの射肉祭はペルー最高の民族音楽祭として知られる。コスチュームコンテストや民族衣装を着飾るユンサ協議会も市内全域で開かれる。市外やその近郊では美しい風景がいくつか見られる。例えば、 市街北港の標高約5300メートルの安イ国立自然保護区には湖、滝、野生動物、ユニークな熱帯信用樹などがある。この付近を流れるパチャチャカ川は植民地時代に架けられた橋梁で有名。また、国内最大級のキャニオリング、カヤックの練習場があることでも知られる。市外から数キロ行ったところにある、最浮いて遺跡は、 インカ時代礼拝所だった。そこには、インカの世界観が表されたサイウイテストーンという、球場の石があり、インカの天文学が、当時のヨーロッパより優れていた裏付けになっている。市外からはタクシーで行くことができる。サイウイテ遺跡から数キロのところには、地熱により水が温められてできたペルー屈指の、温泉リゾート、この区温泉がある。関節縁、全速。 感染に効く。アバンカイはマチュピチュなどのある、インカ時代の都市、チョケキラオへの玄関口となっている。チョケキラオには現在、人は、住んでいない。アバンカイにはその規模とは裏腹に、多くの高等教育機関が置かれている。国立大学が1校、私立大学が2校を置かれているほか、専門学校も2校ある。この町は、小説家、ホセマリア・アルゲダスの小説。 深い川の舞台となった。この小説には、アバン海の歴史、伝承、風俗などが記されている。ありがとうございます。